ちょっと澄ましてる感じの顔が。ちょっとこちらのカメラに向かっていいですか、お願いして、はい、見たいの見たいな。いただきました。4打目です。はい、傾斜がね結構難しいですね。はい、これも1回下りながら右に曲がって最後は左に曲がるっていうスネークラインですね。はい、なるほど。はい、でちょっとつま先下がりなので、はい、なるべく前傾斜をこう深くせずに、はいはい、膝を落とすようにして、そうです、調整してください。いきます。はい、お止まって、で左に曲がって止まってくれ、最高です。おお、バッチリですね。おはいはいはい、寄りましたね。寄りましたね。おお、うん、ちょっと下ってます、うんうん、で、カップ2つ分ぐらい、はい、スライスすると思います。なるほど、ボギーパットですね。はい、いきます。はいはいはい、惜しいですね。でももうオンラインでしたね。もうこれは、はい、ダブルボギーですね。はい、良いと思います。はい、9番ホールやってきました。はい、9番ホール、うん、まあ、気が緩んでなのか、うん、最後だからこうスコアを縮めに行こうとしてなのかわからないんですけど、うんうん、私は結構叩いてしまうことが多くて、あの、上がりホールをね、はい、よく大打ちしちゃうって、はい、あるあるなんですけども、はい、やっぱ疲れもありますしね、うんうん、なので超簡単に上がりホールね、はい、切り抜ける方法、はい、これちょっとお教えしたいと思います。お願いします。はい、スタンスの幅なんですけども、はい、これをですね一足分だけ狭くするだけです。あ、これくらい、はい、はい、もうこれだけで、はい、ミート率がぐんと上がります。あ、本当ですか。はい、スタンスの幅が広いとですね、はい、体重移動が多くなります。はい、体重移動が多くなると飛距離は伸びるっていうメリットはあるんですけども、はい、ミート率が下がるっていうデメリットがあります。はい、ちょっと疲れてくるとね、うん、スタンスが広いと体も逆に回転しにくくなって手打ちになっちゃったりとか、うん、ミート率がねこう悪くなっちゃったりとかしますので、うん、ちょっと狭くしていただく、はい、そうするとちょっと疲れてる時でもしっかり体はくるくる回りやすくなるし、はい、体重移動少なくなることで軸がね安定してミート率もぐんと上がるということになります。はい、飛距離もですね、はい、そう変わりませんので。わかりました、はい、じゃあちょっとスタンスを狭く、はい、打ちます。はい、お願いします。最高です。いい、マシンに当たりましたね。いいですね。はい、いい感じですね。芯に当たるでしょ。はい、はい、しかも、うん、なんかそんなにいつもと変わった感じもなく、うん、でも狭めたおかげがちょっと回りやすいような感じもしました。はい、なので、はい、上がりの3ホールちょっと疲れた時とか、はい、あとは朝一ちょっと緊張してる時とか、うん、ちょっと体の回転がしづらくて手打ちになっちゃいそうだなっていう場面はおすすめです。はい、おー、はい、これは活用したいと思います。はい、はい、ポーズとかは表情とかポーズとかなんかもう一番、はいはい、これがもう勝負ポーズみたいな、はい、あ、でも、うん、私のまあグラビアの中でのキャラだとやっぱり綺麗なお姉さんみたいなイメージが世間的には強いと思うので、はい、ちょっと澄ましてる感じの顔が、澄ました表情、はい、うん、はい、じゃあちょっと皆さんのために、はい、ちょっとこちらのカメラに向かっていいですか、お願いして、はい、まあ、見たいな見たいな見たいないただきました。はい、じゃあ2打目打ちます。はい、お願いします。うん、ちょっとラフだけど、はい、当たりは良かったですかね。飛びましたね、うん、一応いい感じです。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、はい、3打目ですね。はい、残りはね140ヤード130ヤードぐらいなんですが、はい、手前にねクリークが流れてます、ね、なんか溝みたいなのが見えます。そうですね、川が流れてますので、はい、100ヤード以上打っちゃうとクリークに入ってしまいますので、はいはい、90ヤードぐらいで一旦刻まないといけませんね。はい、はい、なるほど。じゃあ8番アイアンで。はい、8番アイアンですね。はい、
でやっぱりラフですからね、横から払うようにすると芝に負けてしまいますので、しっかりダウンブローに打っていただくことと、ボディターンでねしっかりと振り抜いていただくと、手打ちだとこれも芝生に負けてしまいますんでね。はい、はい、分かりました。じゃあ打ちます。はい、お願いします。お、うん、でも、あ、大丈夫かな。あ、もう最高です。ちょうど90ヤードもギリギリ川の手前まで行きましたね。はい、おー、はい、すごくいいショットでしたね。はい、はい、で私ね、しっかりこうダウンブローに芝生に負けないように打ち込んでくださいっていうことでアドバイスしたので、はい、どうしてもねここの芝生は削ってしまいます、はい、もう正しい打ち方した証拠なんですけどもね、はい、このままですと芝生がねこう生えていってくれないので、はい、目土、目土、はいはい、砂をですねここにガバッと、あ、その削ってしまったとこに、そうです、入れるんですね。結構山盛り入れといてください、はいはい、でこれをグッと踏み固めて、おー、こんな感じで、はいはい、でこうすることでね、あの芝もここからこう根を生やしやすくなりますんでね、はい、なるほど、はい、これも一つマナーで覚えておいてください、はい、じゃあマナーとして覚えておきます。はい、アクション系とかあんまり見ないですか。アクション系、私あれ好きですよ。すごい、いい感じです